こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での警護任務にクワッド・タスが結成され、いよいよ対中包囲網が完成しつつある。そんな中、米国と同盟国の韓国は何やら不穏な動き、そして台湾の問題もあり、今建造中の台湾初自主建造潜水艦の情報も、今後米国大統領の動き次第では情報漏洩の可能性も。そんな中、こんな情報が中国では噂されていることをご存知だろうか。南シナ海に作っている人工島が爆破されるとの情報。今回はこの人工島について詳しく見ていきます。でも、あんな小さな島だったのに、今では小さな国と同じくらいになってない？中国系インターネットメディアのタタダシ新聞によると、2020年7月に米国政府が中国による知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命令したことに続いて、中国が実効支配を続けている南シナ海の干渉を埋め立てて作った人工島などを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いと報じている。南シナ海は、海運による物流量が世界全体の4分の1に当たるほどの海運物流の要所で、日本においてもアラブからの原油輸入における重要なシーレーンである。近年、この南シナ海においては、中国が20世紀初頭に国内において定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張して、干渉を埋め立てて人工島を造成し、軍事基地を建設したりするなどして、周辺の諸国との間で摩擦が大きくなっている。これに対して、米国は、中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張する当初の12海里内にイージス駆逐艦を航行させる。航行の自由作戦を展開、オーストラリア海軍などにも参加を促して、南シナ海における中国の海洋権益を認めない姿勢を見せ、ポンペオ国務長官も、中国は恐喝に等しい行動を起こし、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害していると声明を出して非難している。九段線とは、有事線、牛舌線とも呼ばれていて、1953年に南シナ海のスプラトリー諸島、中国名では、南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権及び両諸島周辺の領海、排他的経済水域 EEZ、 大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が権利主張のために地図上に引いた断続する9つの破線のことで、2016年7月にフィリピンがオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所に申し立てた裁判において、法的根拠がないため国際法違反であると結論付けられた。この判決をよりどころとして、米国は中国の実効支配への動きに反発していて、2020年7月に、中国の主張は違法であり、世界は中国が南シナ海を自国の領海とすることを認めないとのポンペオ国務長官が声明を
発表していたのだった。ポンペオ長官の声明について、北京大米国研究センターの王勇主任は、米国が11月の大統領選挙の前に南シナ海で武力を行使する可能性があると述べていて、タタダシ新聞はポンペオ国務長官による声明は、米国が南シナ海を奇襲するための法律的根拠を与えたものだと解釈している。香港サウスチャイナモーニングポストは、米軍が南シナ海にほぼ毎日複数の偵察機を送っているなどして、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行をこれまでにない回数と規模で実施していると報じた。タタダシ新聞によれば、米国が奇襲攻撃を仕掛けるとするならば、まずは中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島でやろうと予想していて、その次の攻撃目標はスプラトリー諸島、南沙諸島になるとのこと。さらには中国が滑走路などの軍事施設を建設しているファイアリークロス礁、エーショ礁、ミスチーフ礁、ウィズミ礁、スビ礁、渚壁礁などを攻撃して潰し、周辺暗礁もミサイルなどで破壊するであろうと予想している。そして最後には、中国が実効支配している干渉だけでなく、他国が領有権を主張している暗礁なども含めて、戦略爆撃機による爆撃で全てを消滅させて、南シナ海における領有権主張紛争を一気に解決するとしている。この報道に対して北京の外交筋では、奇襲攻撃の前にまずは米国から南シナ海の人工島に建設した軍事施設の撤去要求があるはずで、もし攻撃があるとすれば、その要求を中国が受け入れないか無視した場合であると語っている。その後結局、米国大統領選挙前には米軍による攻撃への動きはほとんど見られず、表立っていたのは空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのもので、タタダシ新聞による米中海戦予想は時期としては外れている。また大統領選挙の結果として、共和党のトランプ政権から民主党のバイデン政権に移行中である現在、しばらくの間は米国がこの件で動くことはないと思われる。しかしながら、南シナ海には漁獲量豊富な漁場や石油、天然ガス資源が期待できることに加えて、先にも書いたように重要なシーレーンであるため、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどが中国と対立はこの先も収まることはなく、いずれは米中対立の構図がより鮮明になるものと思われるのである。この九段線をめぐる米国以外の各国の動きを紹介すると、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことから、ベトナムとフィリピンがパスポートの査証欄へのスタンプ捺印を拒否していて、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているほか、インドは中国との国境係争地域をインド領とするデザインの査証スタンプを作成して、中国のパスポートの九段線地図の上に押すなどの抗議を展開している。またインドネシアは
マルディス外務大臣が、九段線は到底認められず、中国は国連海洋法条約を遵守する義務があると声明を出すとともに、九段線に接するナトゥナ諸島における陸、海、空の軍備強化に努めていて、その北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称して地図に記載している。香港問題なども注視している英国も最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣して中国を牽制するとともに、今後この海域においての活動を見込んで日本にも寄港して補給基地として利用が可能かどうかの調整をすると思われる。そのような状況下で中国人民解放軍が2020年8月に行った対艦弾道ミサイルの発射実験において、その標的として実際に船を標的として2発を命中させ撃沈していたことを消息筋が明らかにした。この弾道ミサイルは空母キラーと呼ばれている固地型のミサイルで、消息筋によると中国東部浙江省から固地 21D 射程距離 1500km を、西部青海省から固地 26B 4000km をそれぞれ1機ずつ発射し、どちらも航行させていた標的船に命中させたとしている。この固地は移動式発射台を使用する弾道ミサイルで中国大陸沿岸のあらゆる場所から発射することが可能であり、発射前の探知が極めて困難で、着弾前の撃墜は難しいとされている。この弾道ミサイルによる船舶攻撃実験は、明らかに南シナ海の有事に展開されると予想される米空母や英空母に対して固地による攻撃が可能であることを示し、米英にとっては脅威となるであろうと思われる。